こんにちは。こんにちは。ようこそお越しくださいました、司会、講師、演出、その他たくさんやっておりますマンテルです。よろしくお願いしますそして、コンバランス23とベビーコンバランスの音楽監督講師を務めております海遊川夏希です。よろしくお願いいたします。あれ久しぶりじゃないの。そうなんです、3年ぶりです。3年ぶり、お久しぶりです、まね、結構あの毎年来てらっしゃる人いるから、うんうんうん、もう久しぶりに会えたわと思ってる方。あ、本当ですか。嬉しいです。産休、そうですね、はい、産休してた。産休してました、ね、はい、3年お休みしていて、千穂ちゃんがね、そうですね、可愛らしい方、千穂ちゃんが3年、うん、2年2年やってくださいました、司会やってくれたけど、はい、今年からまた戻ってまいりました。戻ってきましたのでね、はい、今日はこの2人でまたお送りしてみたいなと思いますが、よろしくお願いいたします。もうみんな出てる。すごいですね。いきなりすごい人数いるね。人数が増えたみたいに見えますけど増えたんでしょ。でも、まあ、実際にも増えてますし、ね、今年からの方もいらっしゃいますので、ね、はい、すごいですね。豪華です。今日は、ま、3部構成でまた、はい、そうですね、ゴージャスに盛りだくさんでお送りしてみたいと思うのですが、はい、最初は海遊川さんの担当チーム、はい、コーモランツ23ということでね23です。23、はい、コーモランツってのはご存知ですね。もうあそこおしゃべりしちゃダメなんですね。あ、そう、私久しぶりだったからちょっとあれですけど、だから、そうだ、言っちゃいけないんだ。そうか、ね、ちょっと切ないところもありますけど、私慣れないといけないですね、その感じね。そうだ ね、 そうね、あのリアクションないじゃないかって思っちゃうんだよね。そうそう、テレビみたいな感じになっちゃう、なるほど。その分ね、手拍子で応援していただければと思います、うん、そうですね、はい、なんですよ。コーモランツってのはという、あの鵜飼のうたち、ね、だみんな鵜に、あの楽団は楽団員は鵜になって、我々が鵜匠というか、ね、棚輪を引いて、ね、こうやるって、はい、で鮎を食べても食べさせない出てきて出させさられちゃうという感じでございます。早速ご準備の方、はい、わかりました、はい、準備がいいようですので、ではトップバッターでございます、コーモランツ23 23の演奏からいってみますよ。皆さんいいかな。で行ってみましょう。コーモランツ23
ありがとうございます。コーモランツ23始まりましたね。今お届けしたのはオープニングテーマ、そして若いって素晴らしい、お届けしました。ご存知な方たくさんいらっしゃったんじゃないかなと思います。まあ、今ね、お口をお声を出して歌えないので、心の中で歌っていただいてたらいいなと思いますが、このコーモランツ23はいつもはジャズのスタンダードナンバーをお送りしてきていたんですけれども、今回はまあ日本の名曲をビッグバンド、王道ビッグバンドジャズアレンジでお届けしていきたいと思っています。早速ですが、その前に今日はなんとドラマーがですね、このコーモランツ23だけで3名いるんですね。まず一番最初のトップバッター紹介したいと思います。中学校1年生です。西脇晴人くん。素晴らしい、できてますね、素晴らしい。ライブなんかもねたくさんやってるんだよね。だからもうステージでも全然緊張しないで思い切って叩いてくれました。また後でもね叩いてくれるということなので楽しみにしていてください。さてさて、早速ですが次の曲いきたいと思います。次の曲は、なんとなくなんとなくという、これもまたとても有名な曲なので皆さんご存知かなと思いますが、今回はですね、まあ、ビッグバンドの中でも時々あるんですけれども、フルートを、トロンボーンの、ことちゃんがね吹いてくれるんです。普通フルートっていうとサックスの方が持ち替えて吹いたりするんですけれども、トロンボーンの彼女がもともとはフルートが大好きでフルートをずっとやってたんだけど、ビッグバンドが大好きでトロンボーンでビッグバンドに入ってきたっていう結構この座ったところがある子なんですけれども、すごく可愛いフルートの音色を聞かせてくれるので楽しみにしていてください。ということでお届けしましょうか。いいかな。では、なんとなくなんとなく。
ありがとうございました。さあ次の曲も私とても楽しみな曲です。お届けしたいと思います。まずお二方お呼びしましょうか、テナーサックス山本貴彦さん、パチ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 、そしてトロンボーン白木陽次郎さん、どうぞどうぞどうぞ。これちょっと高いですよね。お手伝いしてもいいですか。ありがとうございます。何でもないですです。次の曲は、私山本さんの、あ、楽器持ってないのでバレバレですけれども、山本さん何されるんですか。あ、ごめんね、あの台本にないことして。あなたのことが大好きなのでちょっと声を聞かせていただきたい。お声をちょっと発声させていただく。あ、お声を発声させていただく。まあ、距離ありますから今日は多分大丈夫だと思います。そして。あのとても素敵なお声をお持ちなのでぜひ歌を歌っていただきたいなという私のたっての希望でして、でそして白木さんは今年から仲間入りしてくださって、はい、いえ、はい、こちらこそありがとうございます。オーディションが4月5月ぐらいに行われたんですけど、その時に来てくださってね、もう素晴らしくて、はい、泣けてきちゃったんですよ私。白木さんの演奏を聴いてたら、ソロでね吹いてくださったんですけれども、それで白木さんの演奏を聴いてたら、山本さんの歌と白木さんの演奏で、あ、この曲やりたいなって思ったわけなんです。もともと演奏もされてたんですね。40年前に、はい、どちらで。名古屋のミガノというキャバレーがありまして、そこで、はい、やってらっしゃった。その前もあるなんてさっきちらっとおっしゃってましたけど。その前は自衛隊ですすごい、自衛隊で演奏、はい、演奏されて、はい、隊で演奏されててキャバレーで今40年経ってここに立ってらっしゃると、すごいです。素晴らしいんです。いえ、素晴らしいんです。本当に素晴らしい。お年もね74歳と伺った時にびっくりして、何回も言うのもやめてくれ、当年取って64歳だって言ってくれって言われたんですけどでも言っちゃってるけど何回も、ごめんなさい、うん、でも尊敬してます。私は本当に尊敬してる。じゃあこのお二人をフィーチャーしましてお届けしたいと思います。見上げてごらん夜の星を。Oh,
Thank you.
ボーカル山本貴彦さん、イエーイ、素晴らしい。そしてトロンボーン白木洋次郎さん、素敵。あの帽子はこの曲に合わせて今日はかぶってらっしゃったと、星を乗せてきましたって先ほどおっしゃってました、白木洋次郎さん。いやー素敵ですわ、いいですね。そしてというかあっという間にラストの曲でございます。コーモランズ23としては最後の曲です、いつものようにといいますか私たちのテーマソングであります Dear コーモランズを演奏したいと思いますが、今回ソリスト、ここの前でねソロを吹いてくださる方が5名結構多いです。5名の方にソロを吹いていただくんですけれども、その方がなんと皆さん60歳以上という、60歳以上、なんかねすごく雰囲気もいいんですよ。皆さんなんて言いますか、あの楽しんで吹いてくださっているのがすごく伝わってきてて、私も見ててとても楽しいんですが、皆さんもぜひ手拍子などで応援していただけたら嬉しいです。その演奏を支えますのはドラマーは18歳、堀口桃香ちゃん。さあ行きましょうかね、最後の曲です。張り切っていこう、ディアーコムランズ。
コーモランズ23。すごいじゃない、かっこいい。もう、おじいちゃんかっこいい。かっこいいでしょ、かっこいいですよ。シルバー色がすごいです。そんなことで、老若男女にゃんにょね、老若男女ね。ゆうとくん、ゆうとくんあのドラムの一番ちっちゃい子誰、ハルト君もすごいし、素晴らしいね。あの一番年上の長崎さん、長崎さんとトランペットね。そうです、長崎さん一番5人13歳から74歳まで。そうです、素晴らしい、ね、すごいでしょ、楽しいです、はい、音楽って素晴らしいですね。素晴らしい、もう一度、はい、コンバランツ23。いいね。じゃあね、次はね、はい、シルバーじゃないよ。可愛いですよ、若いんだ次は。そうです、ベイビーコーモランツって言ってね、はい、そうです。2年ぐらい前ですかね、3年ぐらい前、そうですね、名前がつきまして、はい、つきました。子供たち、20歳までの子供たちの、うん、もうバンドでございますね。もちろんほら、シルバーも、まあ、頑張ってもらわなきゃですけれども、うん、未来はね、やっぱり子供たちが担っているということでね、はい、このバンドも若い子たちを一生懸命育てて、はい、昔からそうですけど、そうですね、結成当時14年前からそうですけど、はい、若い子たちに一生懸命こう指導もして ね、うん、ね、卒業生もいっぱい活躍してる人もいて、ね、この次2部はその卒業生の子たちとも一緒に演奏するんですけど、楽しみです、うん、今日の子たちもね、もうすごい上手ですよ、みんな、うん、ね、ちょっとぐんぐん伸びてます、上手になって、はい、2人ほど、そうですね、呼んでみようか、はい、ちょっと話を聞こうか。ほなみちゃん、せなちゃん、はい、出てらっしゃい、どっちかな、どっちから、あ、こっちから、来たぞ、はい、あ、ここに置きたい、はい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 、ここにマイク置きたい、はい、いろいろね、そう、はい、もうちょっとこっち来ましょうかね。はい、いろいろあるのね、いろいろ、はい、いろいろあります、はい、そう、こんにちは。かわいい。若いね。こんにちは。若い、いいね。はい。せなちゃんはお帰りなんだよね。はい、ただいま。かわいい。一度、うん、卒業したんですよ。知ってますよ。このベビコも。だけど、うん、まあ、また戻ってきてくれた。それなんで戻ってきたの？一回練習見に来て、うん、もう一回みんなと演奏したくなっちゃいまして、ほら戻ってまいりました。やっぱりね、音楽はね、やめられないんですよ。そうですね。あとね、これこんなね、今日5300人いるんだよ、これ。わお。ね。わお。人の前でね、やっぱり吹くとね、はい、もう気持ちいいんですよ、やっぱり。して忘れられなくなる。特に女子はね。なぜ女子限定じゃないですよ、それは。そうだな。だってこの衣装が物語ってるじゃないですか。何がよ。何がよ。ね、そう思いますよ。ほらね、昔から桃江ちゃんもそうだし、うん、ピンクレディもキャンデーズもね、みんな。キャンデーズ、はい、ね、マイクを置くんだけれども、普通の女子に戻るんだけど、うん、また戻ってくるっていう。はい、戻ってこない、桃江さんも持ってきてないけれども、うん、ね、そういうね、華やかなところはやっぱりね、うん、こう癖になるというかね。おじさんもずっと続けてる理由が そういうところですけどね。おじさんもって言わないでくださいよ、ね、はい、もう嬉しい、でも戻ってきてくれて、そうです、どうでした、めっちゃ嬉しかったです、うん、はい、ありがとう、うん、いいよ。仲いいんですよ、わかるんです、まあ、でもみんな仲いいんですけどね、うん、練習とかどうでした、今年は。そうです、うん、今回オーディションができたんですけど、うん、また今年もコロナの影響であんまり、うん、なくなっちゃう時が多くて、で、あとメンバーが揃わない時が多かったので結構大変でした。うん、大変だったよね。せなちゃんはどう？はい、でもいろいろみんなで揃ったのもつい最近だったので、うん、すごい不安もあるんですけど、うん、今年もテルキナ先生がかっこよく編曲してくださったので、うんうん、精一杯練習してきました。テルキナ先生、どこにいるんですか、テルキナ先生？あれ、あ、いるじゃないですか、もう同化してるじゃないですか、そこで。おっさんですけど。16歳です。はい、おめでとう。わお。おめでとう。30年前16歳です。大きな楽器をまた。古いね、それ。うん、はい。汚いって言ったら悪いけど。サビサビで臭い。ね。臭い。そんなこと言わない。え、何年前の楽器ですか、それ。これ100年ぐらい前の。100年ですか。はい、どこに落ちてたんですか。これはイタリアに落ちてました。
なんていう楽器ですか？これスーザフォンです。はあ、スーザフォンってもっとなんかいや古いんだね、やっぱりそれは。はい、はあ、今日はどんな曲をやっていただけるんでしょうか？はい、今日は、今年はニューオーリンズブラスバンドをテーマに、して2曲お届けしたいと思います。ニューオーリンズといえば、ジャズの発祥の地ですけども、なぜニューオーリンズでジャズが生まれたかちょっとだけ説明させてください。はい、ニューオーリンズにはですね、大きな港があって、昔奴隷の取引がされてました、黒人の、で、その後ですね、南北戦争がありまして、南北戦争が終わった時に軍隊の楽器がそこに置いてかれたんです。でそこにいた、黒人が、俺たちもなんかやるべって言って始まったのが、ジャズバンドの始まりです。なるほど。その時はですね、コントラバスじゃなくて、チューバとかスーザフォンがベースを担当しておりました。で今日はその古い雰囲気のニューオーリンズジャズ1曲と、新しいスタイルのニューオーリンズブラスバンドの曲を1曲お届けしようと思います。素晴らしい、リハーサル聞きましたけど素晴らしい編曲でしたからね。じゃあちょっと準備してください。あれ、なんか貝川さんもなんかどこ行くんですか？私もベビーコンバランスです。参加するしたいのね。そう、何十年前かは16歳です。はい、わかりました。サックスで参加ということでね、ニューオーリンズのブラスバンド的な、なんて言うんでしょう、よく吹奏楽という意味じゃなくてね、ニューオーリンズの、聞けばね、あ、なるほどっていう、わかります、きっと。なんとなく どっかで聞いたようなブラスバンドの感じがすごくしますので、よろしいですか、準備の方は。それでは行ってみましょうか。ベイビーコーモランツ。